朝の練習を終えて、はい、これからグリーンガード長山に行きます、はい、長野の応援ですね、はい、応援ですね今日は、はい、長山ソングを踊るんで、はい、ちょっとみんなで応援しましょう。そうですね、楽しみですね。長野魂の愛って来るの、はい、ディゼルも来るんでね。前回はい、うちのジムが、はい、長山フェスティバルの時に遅刻してったんですよ、はい、そしたら長野とディゼルが、はい、一緒に踊ったらしくて、長山ソングじゃなくてね、なんかディゼル の、はい、歌に長野が入ってったらしくて、はい、ちょうどそれ終わってからうちが見に行ったんだよね。あ、3回出るっていうから、はい、ちょっと昼からは早いかなと思って、夕方から行ったんだけど、そしたらね、昼の部ってどうやら長野がディゼルの歌歌に入って踊ってたらしくて。なるほど。それは後からね、誰かのね、YouTube 上がっててね、それびっくりしちゃってね、はい、だから今日はちょっと最初から行こうかなと思って、早めに早めに行って、うん、長ドン長ドンっていうか、まさかのそんなのね、あるって知ってればね、確かに早めに行ったのにね、はい、じゃあ今日は早めで、うん、今日1回しかないから。あ、そうなんですか。うん、なんか長ドンのホームページ見たら、はい、2時15分から長ドン登場して、その長山ソングに踊ると、はい、で3時半をグリーティングっていうから、はい、まあ踊りだけ見て、あ、まあ帰ろうかなっていう。なるほど、うん、いや長ドン半端ないからね、あの運動神経ねジャンプ力エグいっすもん。ジャンプ力エグいからね、あれは宙に浮いてますもんね、うん、ワイヤーで釣ってるんじゃないかっていう上でもね、なかったね、はい、あの時はだってベルグとグリナードの間だから、はい、天井ないからね。あ、グリナード内はちょっと怪しいけど見えないワイヤーでやんな飛べるわけないだろすごいな、まあ、うちのジムはね、もともと多摩市で生まれたんでね、はい、確かに、まあ、魂の長ドンと魂のディゼルをちょっと応援してますので、そうですね、これからも応援していきましょう。